かため息しかついてない。それとも、よし、よし、今日は、はい、自慢、はい、僕はすごい自慢ですね。自慢させてほしいです。いや、本当にインスタやって思ったよね。そうですね、うん、雑誌にまあ出たんですけど、まあ、これインスタでちょこっと上がってるので知ってる人もおると思うんですけど、はい、まあ、いきなりやっぱこれ見た見たって連絡来るんだよな。来ます。だって上げる前やろ、あれ言っても上げる前です。ほんで俺、まあ、あのインスタとかにも上げとったんで、はい、この雑誌の凄さを知らなかったんです最初、はい、まあ、結構連絡来て、はい、雑誌の話を出して調べたら本当になんかどの有名なやつが出とんの、カジサックとかも出とるし、その宮迫、ね、宮迫って言っていいんかな、はい、山田邦子とかも出てるし、で YouTuber とかも出てんだわ。めっちゃ出てる。で、俺、天チムチャンネルってあるじゃん。はい、あります。可愛くのやつ。はい。おいやつ。そこしか目がいってないですから。そこしか言っていいの？言ってか、はい、YouTube おっぱいって言っていい？いや、ダメです。連呼しよう。おっぱいって言ったわ。お前またコメントでこいつ死ねえって、お前また入れたら殺すじゃん。お前入れとんか。こいつの動画見るといつもイヤイヤするんだけどさ、こいつ知れんの、お前こいつ俺に怒られてること、編集で俺になんか絡んできとるなみたいな。そんなことない。本当にこの人クズですとか言って、あ、入れてるの、こいつは大体編集するときはこの人マジこう編集3人おるんだけど、はい、こいつの時だけだもんね。そういうの入れなくてよ。そんで俺、その天地さんっていうかな、天地チャンネルで、はい、見た、みんな知っとるでしょ、天地は知っとるでしょ、まあまあ、100万超えしょるちょいちょい有名ですからね。これで売っとんの雑誌ね。これまず宣伝しましょう。なんか別にコラボしてお金もらったわけじゃないですか。別にデートしてるんだったら知ってるね。まあそうですね。まあ多分俺よりかもちろん俺も行って家で2人きりで焼きそば作りたいね。焼きそば料理作りたい。だからこれすごいよね。いや、これ知らんかったの、はい、俺自分のページしか見てなかったの、まあ、ちなみにうちのページ結構バーンって載っとんですけど、はい、どうだったかな。あ、ここか。これやばいでしょ。マニアックすぎる専門情報チャンネル。なんだそれお前。で、ここに、まあ、一番ちっちゃいんだけど、うちこう載っとる中でもね、6万9000、はい、まあちょっと前だもんね、雑誌の時だよね、はい、今7万5000円ぐらい、今7万8000円ぐらいいってます。もういっとるか、はい。で、こっちにもほら1ページ載っとるのか。今回足場職人が注目の作業着をご紹介って、なんでこれ選んだ、また。いや、多分僕のことがかっこよすぎたんですよ。バカか、お前撮っとくんですよ。お前ら、寺橋君とお前2回撮っとくやけど、これしかもこれ、一定再生伸びてないでしょ、あんまり。伸びてないっす。伸びてないな。なんなら多分1回目の方が伸びてます。俺どうしようかと思った、寺橋君に負けたみたいな。ここにも記事があったんだね、はい、他にも愛知、三重、岐阜に11店舗を展開する外気塗装専門店、外気塗装を通して足場塗装工芸などの職人の世界について発信する塗り替え道場は、2020年新作作業着紹介といった動画など、なんたらなんたらなんたらみたいな、はい、で、なっとるんですよ。まあまあ面白いよね、これすごいっすよね、こんだけ、うん、こんだけページがあって、うん、僕らが結構大…俺らだけでどうな、どでここ全部出てないもん。だってこれ、結局マニアックすぎる専門チャンネルで8社紹介して、うちだけだよな、ここに行ったら。そうですね。まあまあ、でも俺らもついにここまで来たかって、もう1年半、まあ本格的にやってるのは1年ぐらいだろうな。1年、本格的に1年ぐらいですね。最初はバカ真面目に社員の紹介とかやってたもんな。カット並べちゃったっすね。えとうとうカット並べちゃったっすね。誰と、はい、天智部たちです。天智部とヒカキンとか、まあ、まあ最低でも表紙には出てないよね。俺らはしかもね、これすごい、これすごいじゃん。はい、山田邦子、はい、J なんたら分からんけど、これほら宮迫、これ、はい、なんだ、あっちゃん、あっちゃんっすね、ヒカキン、はい、でかっ。でかさすがさすがだけどすごいな。ビビなかった、ビビあって、俺全然知らなかったな、これ乗ってるって知ったもん。お前カメラ揺れてるお前見とれよお前ここにこうじゃないでかすぎる。しかも最初ペンで書いたからね、これちょっと書くって、これわざわざ俺これね、作ってもらって、はい、作りましたね。印刷屋で買ってるね。マジこいつらくだらんなと思うからここにもなってる、これほら、これカジサック、あっちゃん、宮迫、宮迫すごくね、すごいっすよね、すごいでしょ、カラーっすよ、俺だけカラーっすよ。やばいだろ、ちゃんとやばいだろ。でもやっぱそんだけ今上がってきてるトップ YouTuber の肩並べてるっていうことっすね、多分僕らが。で、まあ、今日、まあそうそう、まあ、この YouTube の、まあ、これ
この雑誌の話で、まあ、ちょっと話が盛り上がって、まあ、これインスタやっとるんですけど、はい、あのちょっと俺一つ考えたのマジで、はい、あのいや前さ結構俺らあのコラボしたいとかさしてくださいって来るじゃん、はいはい、だけどまあこういうことするとかないけど俺らもやっぱ1000の時やっぱ1000と1万ぐらいでやっぱグングンっていったじゃん、はい、まあ、俺らより上じゃなくてもいいもんで、まあ、せめてあの下ねやっぱ1万は最低超えとるチャンネルの、はい、まあ、YouTube やってる人もし見てまあなんか関連性があるんだったら、はい、まあ、現場じゃなくてもいいけど、まあ、俺らはどっちかというとやっぱ職人さんがターゲットっていうか職人さん若い子でまあ経営者になりたいとか、まあね、商売やっていきたいっていう人がまあターゲットなんだけど、はい、そういう YouTube の人がまあなんかコラボみんなが見よってこれ面白いよって俺も結構調べるんだけど、はい、なかなか調べるもんね。1万以上もう最低1万以上、はい、でまあ、10万以下だな。もちろん10万以上の人で俺らがお願いするってやっぱ何筋違いじゃないけど、はい、格上じゃないですか。まあもちろん見とってはじゃあちょっとこんな企画だったら面白いんじゃないですかってあの声かけてくれるのもいいんですけど、はい、あのまあ、1万から10万ぐらいのチャンネルでこれ面白いよって全然違うのでもいいの。例えば、はい、あのキャバクラのお姉ちゃんとかおるじゃん、はい、あのキャバクラとかでじゃあ俺は職人ってキャバクラとか好きじゃんね、はい、お酒飲むのって俺らの世界って結構好きだと思うから、そうですね、まあ、そっち系のやつとか、はい、あとなんかあの車とかも好きだね。車のチャンネルとかも面白いから。ああ車のチャンネルとか面白そうですね。どうやってコラボするか分からない。どうやってももう僕らは塗るしかないんじゃないですか車塗るか壊すか塗るか壊すか足場組むかシーリング打っちゃうかそれ3つぐらいしかできない3つか4つぐらいしかできないですよあとそうそうもう一つインスタで、はい、何インスタもフォロワーっておるじゃないですか。でインスタで俺が思ったのはインスタさ俺この2週間ドラ研究してもう毎日やってるんですよ、はい、俺本当に一つ思ったことある。何ですか。なんであの女の子かで俺ゴルフ好きだもんね、はい、なぜか知らんけど今俺の iPhone、はい、水着でゴルフしてるやつがずーっと出てくるんだよなんだこれ、ね、そんなレアでしょ。レア中のレアのやつがめちゃくちゃ出てくるんだ俺。でもそのあれじゃないですかAI 入ったんです。人工知能が入ったんです。人工知能が俺もそういうやつばっか見てんだろうな。だからゴルフ好きだから、まあ、ゴルフとかちょっと見ようとかさ見てるとなんか水着でやったりしてるやつバカみたいにすごいんだよね。勝手に表示されますもんねあれ僕大体すすきののキャバ嬢って出てくるの。なんでススキノ。なんでか分かんないです。愛知県じゃねえって。すすきのが歌舞伎町のキャバ嬢が出てくる。それで検索したことあるのかな。いやないです。検索はしたことないですけど。俺ゴルフも別に検索したことないもんな別に言っても。インスタの可愛いことなんかドッキリとかやりたいな。リュウジ。ああやりたいです、ね。みんなにドッキリをかけたいんで。はい、まあこれすっごい可愛いからあの職人さんから見てるのがいいと思うんだ。俺らの今ファンの人が。こうやってね、何万人って、まあ、うん、7万5千円 ?7 万8千円、はい、7万8千ぐらい。人たちが、まあこれ、この子かわいいよ、みたいな。で、あんまりすごいのいたんだろう。あんまり。で、そうそう。で、すごいやつは別に俺らでも検索できるんだ、YouTube とかも。だって、ちょっとニッチなとこだよね。これチャンネル登録者っていうか、これフォロワーか。はいはい。フォロワーで言ったら、まあ何人や、1万以上。5000から、うん。まあ、5万。5万でも、まあまあ、あり5万だよ、そうです。で、あとはまあその、まあ、YouTube じゃないから、まあ、直接なコラボじゃないから。はい。うん、もう100でも200でも何でもいいっすよ、うん、なんなら始めたばっかでもいいっすよ全然いいっすで俺らは別にその子たちにアポイント行って視聴者のみんなが行ったからってそれ決まるかどうかわからないね。でこの子すごい面白そうだからいいよとかかわいそうだからいいよとか、はい、まあ、そんな感じで、まあ、こっちかこっち送って、まあ、これいいよ、はい、で俺はまあそこに今 DM っていうんでしょ。メールをメンタルが送れるんでしょ。 DM っすね。で俺は送ってみて、まあ、それは断られるかもしれんし、まああ、いいですよ、まあ、OK、っていうかもしれんし、ね、まあ、費用があんまり高いこと言うと、まあ、あれだけど、まあ、なんぼかの費用ぐらいは払ってってもらう、はい、ぐらいかな。そうですね。ちょっと やってみるの面白いよね。ぜひ、ちょっとやってみたいですよね。うん、インスタも絡めて。インスタも絡めて。はい、皆さん、ぜひ、インスタと YouTube のコラボの、人ね、探すの手伝ってください。ぜひ、ちょっと、はい、まあ、これいいんじゃないっていうの。で、まあ、もし本当に、ぜひコラボ、こんな企画でどうですかって言ってくれるなら、まあ、全然言ってくれいいですし。はい。まあ、そんな感じでいいでしょうか、今日は。そうですね。もうぜひ、まあ、キャバ嬢からのインスタのね、DM お待ちしておりますので。うん、最近、ネタがない、ネタがないってよくコメントに書かれるけど、その通りなんですけど、そーっつって、その通りなんですけど、まあ、ぜひ、また、はい、声かけてください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。また見てね。あ、チャンネル登録もね。チャンネル登録、いいねも、お願いね。よろしくー。もうおまけいらんだろう、これ。Thank you.